楽しい遭難生活、2週間目に入った。さて寝てないけどおはようございます。はい、おはようさんです。みんなタフガイが過ぎるよ。なんだかんだで1週間寝てないからな。まあそういうツアーなんでね。スローライフな環境を手に入れるまで休みなんか取らせないって、うちの社長が言ってますんで。いや誰だよ社長って。っていうか発言が完全にブラック企業のそれだよ。せめて BGM ぐらい癒し系にしてやるってジャジーなナンバーを流してくれてる。作業中業界は欺瞞の塊だって社長が言ってた。いやだから社長って誰？あと作業中業界って何？今日は軽く作業をしてから、ワクワク島に戻る支度をしようと思う。すいません、人の話聞いてます？ええ、多少は。何今の間。家探しに必要なものとかを準備するために戻るんだよな。 100% 不動産屋だよね。違います。センチュリープエニワン。さすが社長発音がいい。お前が社長か。遭難から8日目。今日はちょっとした事件が起きた。皆様楽園での生活はいかがでしょうか。作業中のための楽しい無人島ツアー、8日目の朝でございます。当ツアーは全日程自由行動となっていますが、今週はぜひ生活の拠点とする島を見つけてくださいね。コンテナゲットだぜ。朝から天気が良かったので、海の探索をした。のんびり泳ぐウミガメに癒されていると、タマカイが現れた。あ、タマちゃんがいる。タマカイな、ほい。はははは、見ろ、タマちゃんが風船のようだ。お前はムスカか。タマちゃんだけに息子じゃないよ。何故に息子だ。広げなくていい。つうか本当に何度見ても風船っぽい動きしてんな。そういや前回遭難した時はこれをボブって呼んでなかったか。そうです、タマちゃんの和名はボブです。違います。では学名がボブ。違うわい。ちょっと本気で学名を言ってやって。エピネフィラス・ランシーレイダス。あ、エピネフィラス・ランシーレイダス。投げるなー。タマちゃんはさておき、沈没船を探そう。うむ。おう、あの船は初見ですぞ。上から見えないやつは期待大ですぞ。どれどれ、ちょっと見せていただきましょうぞ。ガムテゲット。おー、コンテナもあるぞ。コンテナゲットです。海底に沈んだ船でコンテナを見つけた。順調にコンテナの在庫が増えている。げ、うお、きえー、すっげーこうだな。おい、今のなんだ。ハンマーヘッドシャーク、シュモクザメ。その名の通りハンマーのような頭をしたサメ。あまり人は襲わないと言われているけど、油断は禁物なのだ。シルエットがおかしいのよ。目がおかしい。目が。うわぁ。せぇ。あーっても逃げていくね。イタチザメは戻ってきたし、噛んできたよね。おう、言われてみればそうだな。イタチザメだけに嫌われてるってこと？ちょっと今の段階ではわからないよね。これから他の島でどういう展開になっていくのか。イタチザメに対して何かしたのか。それは、出会い頭に、増えた。鬼だな。こっちが悪いんじゃん。そうとも言う。襲ってくる様子ないね。逃げちゃったな。荷物あと1個持てるし、あのコンテナをもらっていくよ。下のドラム缶は後日回収しよう。そうしよう。はーい、コンテナゲット。おー、一応操縦席も見ておこう。ランタンならいくつあってもいいぞ。そうなんだよね。どれどれ。これは燃料を入れるボトルだね。今ないと困るものじゃないし、家が見つかってから取りに来よう。でっかい島に住みたいな。でっかい家も建てたいわ。でっかい輸送船も欲しいな。でっかいペヤング買ってきて。自分で行け。ペアでヤングに食べてほしいからペヤングな。買ってこいって。あー、ペヤング食べたい。ほらな。はい、荷物整理するよ。おなしゃーす。今日の収穫は酸素ボンベ焼いた缶詰など、家の建築に使うハンマーも手に入れた。いつも通り片付け担当のペンギンが拾ったものを種類ごとに仕分けして整理する。ワクワク島へ向けて出航する前に腹ごしらえをしようという時、事件は起きた。じゃあ水分補給とランチだな。そうねー、今から出れば夕方には着くから、向こう着いたらまた荷物整理よろ。ほい、了解。移動後の予定についてのほほんと話しながらココナッツを割る。夜まで持つようにと2つ用意した。ここまでの遭難ぶりを見ていた人がこんなのは見慣れた光景だと思うが、今日は少々勝手が違った。強烈な食あたりである。おめでとうございます。で、スパリピーター。いやいや、2個まで大丈夫だったんじゃなかったっけ？昨日の晩も食べたからでは。そういうこと？パリピーじゃなくてお腹がピーなんですけど。体の水分量は4のメモリ。すでにちょっと水分不足なところで食あたりか。まずいよな、ステータスは？ダイアリア、言わずと知れたお腹の不調。イケイケかつノリノリマサノリな勢いで体内の水分を奪いまくる、とっても危険なペスケボー。
あなたは生き残れるかな？まずい、もともと乾いてる上に水の在庫が少なかった。死んじゃう、私たちここで死ぬの。まあ、落ち着いて水筒の水も飲んじゃって。これがあったか。おお、恐ろしいな。やっぱ水は余裕がないと不安だぜ。お腹の状態が天気にまで反映されてしまったのか。ゴロゴロである。水分の状態をチェックしよう。うむ。うわあ、すごい勢いでどんどん減っていくよ。この勢いで減り続けたら明日には星何十になれるな。星ガキみたいに言うな。その後、水が溜まったら飲む、をひたすら繰り返した。発生から1時間後、ステータスからお腹ピーピーは消えたものの、体内の水分は抜けていく脱水症状である。そして発生から3時間半後、やっと下がらなくなった。助かった。ようやく脱水が止まった。水場に張り付いてひたすら飲み続けることで生き延びることができたのだった。あとはじっくり水分を補給していけば元気になれるよ。どっちにしても今日は嵐で出航できなかったね。夜、おとなしく荷物整理をしていたら、小さな銃の形をしたアイテムが出てきた。それってなんだっけ？これは照明弾とか信号弾って呼ばれるやつだね。試しに空に向けて撃ってみるね。こうやって助けを呼ぶためのグッズっぽいよな。うん、花火みたい。あれ？は、なんか島の雰囲気が。これはなんか、エロいんだけど。社長、ナイス BGM やめんか。ちなみにこれはどこに向けて撃っても、このような状態になるんだよ。例えば2つ続けて撃ってもピンクは濃くならない。ほんとだ。ではレディ、シェルターへどうぞ。へ？ねんねの時間だぞ。な？体調が悪い時ぐらい寝ろって言ってるんだ。ああ、そっちの意味でしたか。何を期待してたのかな。いやー、うるさーい。こうして初の体調不良に打ち勝った8日目の夜は過ぎていったのだった。遭難から9日目、嵐が去るのを待って出航した。ワクワク島に約5日ぶりの期間である。到着が夕方になってしまったので早々に火を起こした。夕食の支度をしながら荷物整理、イカダの作成に着手した頃、空が白み始めた。慌ただしくしている間に1日が終わっていた。遭難から10日目、機動力を上げるためイカダ作りを始めた。やっぱ手漕ぎはスピードが遅いし安定感に欠けるよな。それに画面が揺れるから酔いそうになる。わかるわ、昨日もめっちゃ揺れたわ。引っ越しもあるし今後のことを考えるとイカダは必須だよね。ビジュアル的には救命ボート好きなんだけどね。ああ、それもわかるわ、映えるんだよね。まずはイカダの浮力となるドラム缶を集める。前から持っていた分と合わせて合計で6つ入手できた。昨晩から焼いていたサメのステーキで腹ごしらえをしたら本格的に作業を開始した。食事の支度が遅れ気味なのでファイヤーピットとファイヤースピットをつけた。これで魚を2つ同時に調理できる。でかい肉でも焼いたら映えそうだ。チェ、おなしゃす。へえ、イカダは紐がたくさん必要になるので先に準備して。道具はハンマーだね。うむ。それから枝も結構必要だから準備しておこうね。で、床材なんだけど、たまたま拾ってきた板があるからこれを使ってもいいかな。お、ちょっと見た目が綺麗になるやつだな。そうなの。いいねいいね。作業効率的にアンカーを最初につけるのがいいと思う。紐4本、枝1本、石6個か。材料を持ったら、ラフトを浮かべて、アンカーをグラッと。陸からラフトが離れていく場合は引っ張って戻して、作業しやすい場所でアンカーを下ろしておくよ。海の上じゃないとアンカーとか舵がつけられないんだよね。陸上でもできるのかもだけど、うちら一度も成功してないね。そういえばそうだな。じゃあ舵をつけるよ。いい感じ。次は帆つけるね。これでもう走れるよね。おう。じゃあ明日の出航に備えて荷物の準備をしよう。よっしゃー。無人島遭難ツアーにご参加の皆様、イカダ作りお疲れ様でした。いよいよお家探しに出発できますね。明日皆様が行こうとしている鶴丸島ですが、あの島にはちょっとした秘密があるのです。楽しみですね。な、何？秘密？知ってる？知らない。知ってる？俺も聞いてない。気になる。秘密って何ですか？ガイドさんの意味深な一言で大騒ぎになって10日目の夜は過ぎていった。